私たちは宇宙船研究所に向かう電車が使えなくなったのでバスに乗ることにした。目指すバス停はこの先の大通りを右に曲がってしばらく行ったところにあるらしい。バカ野郎、こんな街中で撃つんじゃねえ。でもよ柴田さん、それじゃまたあいつに逃げられちまう。柴田さんがやらねえなら俺がやります。おいお前、覚悟しろ。じゃあメイドの土産に教えてよ。あのお金は一体何なの？多分教えてくれるはずなの。覚悟を決めたが、よし教えてやろう。あの金はな。バカ野郎、乗せられるんじゃねえ。あの金は防衛官僚との取引のもんだからな。そんなことが知れ渡ったら俺たちの組織も終わりだ。やはりここで始末するしかないな。うと、しくじるなよ。試験にするにはデカすぎるぜ。
になるなんて。大丈夫ですか？ひどい怪我。あの時つまらないことで組を責めなけりゃ今頃一緒に入れたのに。組どこにいるんだ。助けに行かなきゃ。
の名前を。ほら、さっき赤い服の男の人が久美さんという人を探して。直樹に会ったんですか？直樹さんはひどい怪我を負いながらあなたを探して怪物に襲われて。そんな嘘よ、直樹が。待って、ダメだ、なんなんだ、動けない。何を？何だと？なんだ今の音。ここは安全ですよね。ありがとうございます。何なの？どうすればいいのか。何あれ？目の前で知ってますか？Thank you.
皆さん落ち着いてあのバスに避難してください。Thank you.